小池都知事が本性を表した。協力金の支給は事実上不可能。東京都小池百合子知事は10日、全国知事会の新型コロナウイルス緊急対策本部会議に都庁でオンライン参加し、議題となった国への緊急提言に意見を述べた。緊急事態宣言が原則5月末までの延長が決まり、実効性を担保するためには国の財政支援が欠かすことができない。大規模施設などに対して、休業要請などの上乗せ措置の協力金を支給する場合は、従来の国の財政措置を大幅に下回る補助率が示されたと問題視した。このままだと協力金の支給は事実上不可能。休業要請の実効性自体にも支障をきたしかねない状況。国が責任を持って地方負担がこれまでの同割合、8割、の早急な見直しを行うことを緊急提言に盛り込まれるよう、強く求めていくところだと願った。本音は、都は金を出したくないとか。報道したのは日刊スポーツ紙だ。問題にすべきも普通紙はあまり触れていない。今まで協力金払うから休業しろって先頭切って言ってきた。それが事実上払えないと手のひら返し。しかもそれを国の責任と。ここまで休業要請に応じてきた飲食店の人たち、協力金が支給されないとどうなる。厳しい時短や休業の基準は小池都知事が中心になって決めたものだった。首都圏3知事をたぶらかすなどの工作までした。私、小池がこの基準を示しましたと胸を張ってテレワーク徹底も声高らかに上げた。ここに来て感染収束に長期戦必至、五輪開催危うしと形勢が怪しくなってきた。そうなると私は間違ってません。国がしっかりとやってほしいと方向をくるりと変える。絶対に自分の失敗、失言を認めず、時間が過ぎてほとぼりが冷めるのを待つ穴蔵閉じこもりを狙い出した。緑のたぬきおばさん、化けの皮が剥がれてきたようだ。基本的に都民のことはどうでもよい。自分がいい顔したいだけの八方美人。世間は冷たいぞ。すぐこんな批判が浴びせられる。きりりと鉢巻きを締め直し、改めて実務の先頭に立って、休業協力した業者の絶望感を振り払いたまえ。お聞きいただき感謝申し上げます。